さあ今日はヤンの猛攻がいっぱい見られています。ヤンステージ雨が降っています。さあ見ていきましょう。ワンピーが28ヤン開幕 BA にダイパンしっかり合わせていきましたね。合わせてしっかり届く技を押せばいいんですけど難しいですね。さあまずヤンの機動力に合わせつつ空中も使っていく。ハフスキュー28ヤンもしっかりブロって DX オノザーからさあコンボを伸ばしていく。ヤン限定コンボいいですね。 Q の線で使える。さあ生クライさあ PA で固くしていく。さあここはしっかり下がっていく。投げが通る。下がって突進を埋める。一覧の選手はカスキュー。さあ開幕ステップから垂直を見せていく。小足からちょっと歩く28ヤンの画面端。ここは頑張りたい。前方転身でいく。筋中継から中央に戻してさあジャンプ台系来なかったがブロラセ。さあ中足からの EX ローザー。コパンで落として中段はしっかり立っている。ターゲット続いて先に引き締まんで落としたがいつの間にかリープ複合を狙っていたカスキューが間に合わなくて格安。一瞬でやり取りありますね。もう持続っぽいの当たってそうでしたけど間に合いませんでした。さあゲージがなくなってしまったところ、ファイナルラウンドどうなるのか。さあ展開がめちゃくちゃ変わります。さあコモク当たらない。ギリギリ届かない。垂直ジャンプ台形コパンブラセ先にジャンプジャッケで落とす。さあクッチューパンを入れてはいるが EX トーローザンがなぜか当たらない。置き攻め中足 EX トーローザンスタンに行く。スタンでコンボも継続。勝ったのは28